ちは、はやぶさ千四郎です。田村正和様ですね。田村正和様、今回の田村正和様はご高齢ではありましたが、完成された田村正和様でした。告発国選弁護人というドラマです。私が見たのは第3話、6話、7話、そして最終話です。直接本編アップはせず、メイキング紹介動画のような、編集にして、見ました。よって本編の内容はよくわからないと思いますが、晩年の優しい雰囲気の田村正和様、共演者たちとの和気あいあいな撮影風景、そしてみんなに愛される素敵な田村正和様をどうぞお楽しみください。最終話最後のシーンで共演された真矢美樹さんが田村正和様を見ながら目に涙を浮かべていた場面がとても印象深かったですね。涙が出るほど素敵な田村正和様だったのでしょう。それではどうぞ。告発国選弁護人第3話、事件の真実を追及する国選弁護人佐原。今回挑むのはマンションで起こった火災。しかしそれは証拠隠滅を目的とした放火殺人事件だった。被告の岡本にアリバイはなく、有罪は避けられないかと思われた。ところがろくな自白をしてない。証拠も状況証拠だけだ。冤罪ってこと？佐原は一人無罪を主張。そんな中、岡本のアリバイを証言する一人の女性が現れる。吉崎文香と言います。会ったんです、事件の起きた夜。あの人に。彼女の出現により事件は急速に展開していく。あの岡本と会ったの何時頃か覚えてますか？夜の8時42分です。岡本はどうしてこんな地図を作ったんだろうね。なかなかの飛距離だったんですよ、古川さんが飛ばす紙飛行機。用法って言いますか、水橋で。古川達郎が新幹線の時間変えたのはたまたまだって考えるのは不自然ですか？いくつものキーワードと深まる謎。事件の鍵を握る吉崎文香を演じた原幸恵さんの他にも多くの魅力的なゲスト陣が登場。中には田村正和さんと懐かしの共演の方々も。パパはニュースキャスターで親子役を演じた鈴木美恵さんや、古畑任三郎で優秀な部下を演じた石井正則さんも登場。アリバイを立証できるなんて国選のハッタリです。佐原を舐めると痛い目に遭う。これって完璧なアリバイだよね。岡本じゃなかったら誰が主人を殺したっていうの？事件の中で見えてくる切ない愛の形、予測不可能な結末、その驚くべき真犯人とは。告発国選弁護人第3話。証拠隠滅を目的に火を放ったものである。ろくな自白をしてない。冤罪ってこと？あったんです、事件の起きた夜。あの人に。夜の8時42分です。これって完璧なアリバイだよね。アリバイを立証できるなんて国選のハッタリです。古川達郎が新幹線の時間変えたのはたまたまだって考えるのは不自然ですか？不自然だね。どうしてあの夜。誰が主人を殺したっていうの？李さん。告発国選弁護人。ある夜、一人の男が商社に勤める宮崎という男を路上で殺害。動機なき無差別殺人だった。誰でもいいから人を殺したくなった。一審の判決は死刑。被害者とは面識もないと語る被告人の井上。しかしそこに違和感を抱いた佐原は仮の弁護を引き受けることにしたよ。あんたを弁護人にする気はない。あんにく君には国選弁護人の私を解雇することはできない。佐原が会いに行ったのは殺された宮崎の妻由紀子。佐原先生は死刑は不当だとお考えだから井上隆夫の弁護をなさるんですね。台本を読んだ時に、引き込まれるような一人だったので、不
ここにまず魅力を感じたのと、役的にもちょっと重たい役っていうのがあって、ずっとドキドキしっぱなしだったんです。現実に起きたような事件をなんていうかな、こう彷彿とさせるようなリアリティを感じましたし、目まぐるしく変わっていく、なんか思いもかけないような、こうハラハラドキドキさせるような展開がものすごく面白いなと思いました。夫は優しい人でした。明らかになっていく被害者の2つの顔と封印された事件、さらに井上にもある悲しい過去が。心の中でこの8年間詫びてきた。その女性は小林千尋と名乗って。事件の真相を知る謎の女性、小林千尋。佐原は接触を試みるが、井上隆夫被告のことでお話があります。弁護側の証人として8年前のことを証言してもらえませんか。来ますかね。来ないんじゃないか。その気なら一審の時に出てきたはずだ。そして運命の法廷が幕を開ける。佐原はどう弁護するのか。告発国選弁護人第6話。そういうことか。夫を返してください。誰でもいいから人を殺したくなった。被告人を死刑に処す。死刑は不当だとお考えだから井上隆夫の弁護になさるんですね。あんたを弁護人にする気はない。被告人には国選弁護人の私を解雇することはできない。大学生が何か暴行容疑で捕まってたんですよ。告訴した女性は自殺したって話です。小林千尋という女性ご存じないかと思いまして、弁護側の証人として8年前のことを証言してもらえませんか。告発国選弁護人。吉崎文香役、原沙知恵さんです。第3話の撮影が開始。吉崎文香役の原沙知恵さんは、大空真由美さん演じるお母さんの介護に悩む難しい役を熱演されました。じゃあ歌を歌うのね、一緒に歌を、うん、はい、こういうこと、はい、じゃあ、はい、順番にお二人ご挨拶する前にリハーサルが始まっていたようです。中田周平役、石井正則さんです。第3話では田村さんと懐かしの共演の方々が登場。石井正則さんは田村さんとは古畑任三郎以来の共演です。君たちも見せちゃったんですよ。また本番直前でも仲良く会話するお二人ですが、いざ本番となるとこの通り。そんな石井さんのオールアップは2つのビルにまたがった形になりました。懐かしの共演といえばこの方も。そうです。鈴木美恵さんはパパはニュースキャスターでの親子共演以来。撮影開始前は田村さんも鈴木美恵さんだとは気づいていなかったようでした。こちらは夫婦役の結衣さんと林さん、夫婦写真の撮影中ですが、ふって隣であるのやめてください。実はお二人は公私ともに仲が良く、撮影中はこんな場面が多く見られました。絵を想像しちゃった。私も想像してるけど、想像しなきゃよかった。それでがっくりくるのやめてくれ。そのつもりで佐原さんに会いに来ました。そんな紙飛行機はスタッフをも悩ませました。
田村正和さんの目の前に紙飛行機を飛ばす役割は助監督。今ならいいよ、今ぐらいだ、今ぐらいだ。緊張の一瞬、果たして一発 OK なるか。はい、そのつもりで佐原さんに会いに来ました。そうですか、感謝します。ごめんなさい、もう一度行きます。惜しくも田村さんの少し上を通り過ぎた紙飛行機。そして無事テイク2で OK でした。第6話のメインゲスト、国中涼子さん。彼女の役は無差別殺人で殺された被害者の妻。登場シーンでは清楚で落ち着いた女性を演じました。しかしこちらのクラブシーンでの国中さんの姿は派手な衣装で着飾った清楚とは程遠いキャラクター、小林千尋。このように国中さんは対照的な二役に挑戦しました。第6話の撮影は猛暑も続く夏。しかしドラマの中では冬の設定なので、井上役の長谷川さんの衣装はダウンジャケット。今夏です。ジャケットというかダウンジャケットです。完全に空気抜けませんからね。もう下汗だらだらだらなんですけど。そして無事国中涼子さんもオールアップ。すごく緊張感がある現場で、身が引き締まりました。めちゃくちゃありがとうございました。ありがとうございます。ね、同じもの。初めての方ですよね。かなり酔っ払ってるから薄めに作っときます。そうね、そしてお帰りなさい。やっぱり外れたわね、天気予報。はちみつですか。何？お土産？え？嘘！だから雨が降ったのよ。そうだ、温かい紅茶でも入れようか。はちみつ入り。できればストレート。はい。なんで岡本が無罪なのよ。岡本じゃなかったら誰が主人を殺したっていうの。いい加減なことばっかり言って名前を両立て、そうはいかないんだから。同じものを。かしこまりました。
早速ですが今度井上隆夫さんの構造人の弁護をすることになりました。私のことは彼から。ええ、私が彼に話したことは本当よ。よしえってこの自殺は宮崎にレイプされたのが原因、証拠不十分で不起訴になったのは裏切り者がいたからよ。裏切り者、私たちと同じように宮崎の被害者のくせに警察にあれはレイプじゃなくて同意の上だったって言った人がいたらしいのよ。誰かは分からないけど、これその時の傷、夢中で抵抗して殴り飛ばされて、女が本気で抵抗すればレイプなんかされないっていう人がいるけど嘘よ。私にももう一杯。かしこまりました。ではこれどうぞ。いいのかしら、もらっちゃって構いません。じゃあいただくわ。どうして今になって8年前の事件のことを井上さんに話したんですか。よしえってこのお墓参りしてる彼を見たらなんだか気の毒になっちゃって。ガシュウロヨシノさんとは親しくなかったと聞きましたね。会ったのはあの時が初めてだったけど、ああいうことになって気にはなってたの。今年の初め親戚のお墓参りに行って、たまたまよしえってこのお墓の前に井上さんがいるのを見たのよ。できればですね、控訴審で弁護側の証人として8年前のことを証言してもらえませんか。悪いけどそれはできないわ。今の亭主にはレイプのこと内緒にしてるし、バスへの飲み屋のしがない雇われママだけど、これでも私目当てで通ってくるお客がいるのよ。イメージ壊してお客が減るのは困るのよ。ごめんなさい、そろそろ帰らないと。お疲れ様。あなたはこの8年心の傷を抱えたまま一人苦しんできた。これからはその傷を癒すために来てください。心の傷はいつか必ず癒える時が来るはずです。控訴審で井上隆夫に対する死刑判決は破棄された。差し戻し裁判で清水敦子は秀子ちゃんをここから川へ投げて殺したと起訴されました。記憶がないんですが、死を見たと証言しています。川合秀子を殺したりしない。4つの時に負の記憶があるんだね。敦子を死刑にしてください。秀子は転落した時のことを思い出すのは方法はないんです。先生のような愛の大きい人なら必ず記憶は戻ります。敦子はこの日を見たのか。今被告人の心に鍵をかけたら人子ちゃん永遠に戻ってくれなくなる。告発国選弁護人、ついに最終章。依頼人の心に寄り添い隠された真実を導き出してきた国選弁護人佐原。そんな彼はこれまでにない最大の窮地に立たされる。佐原の旧友で敏腕弁護士の岡部は民政党の藤尾貞道の不正献金を追っていた。ところが藤尾の刺客岸田玲子の罠にはまり、レイプ疑惑がかけられ、弁護士としての地位が失墜。同じく政治の闇に巻き込まれ夫を殺めてしまった赤堀奈美子を弁護した佐原は、藤尾と岸田玲子を激しく糾弾していた。藤尾代議士の出廷を求めるものである。そんな佐原を衝撃の展開が待ち構えていた。岸田玲子は岡部に付き添われて自首しました。嘘。佐原弁護士の不当な弁護により赤堀建設社長を殺した
妻奈美子に殺人をそそのかしたと。佐原弁護士が私をハンニングするためにデタラメなことを。突如岸田玲子の弁護人として佐原の前に立ちはだかる岡部。そんな彼の背後にはある一人の女性の姿が。石川雅子、右上派の金庫番だよ。石川財閥の会長さん。辻尾と決別した石川雅子は何者かによって狙撃されてしまう。石川雅子とはどういう関係なんだ。誰にも口外はできません。岡部と何らかの関係がある雅子、彼女は佐原にある告白をする。31年前私は人を殺しました。吊り橋の事件の真相、もしあなたに分かるなら明らかにしてみてちょうだい。岡部の裏切り、そして雅子の告白、果たしてその真意とは。お父さんが見放したら岡部さん一人ぼっちになってしまう。何を考えて何をしようとしているのか。告発、国選弁護人。岸田玲子は岡部に付き添われて自首しました。田原弁護士が私をハンニングするためにデタラメなことを。私は岸田玲子を救うために全力を尽くす。石川雅子とはどういう関係なんだ。31年前私は人を殺しました。重大に死の逮捕は検察全体の非難です。この山で石川雅子が人殺しをして、あなたがそれを隠したんでしょ。吊り橋の事件の真相、明らかにしてみてちょうだい。告発、国選弁護人。事件の真相、もしあなたに分かるなら明らかにしてみてちょうだい。石田玲子の罠に落ちたのだ。浪曲の事件に自信を持ってる、絶対の自信。佐原弁護人は全く許容できないものを感じます。徹底的に君をターゲットにしている。佐原の前に立ちはだかったのは無二の親友である岡部弁護士だった。佐原弁護士が勝手に私と藤尾の関係をでっち上げたんです。法の公正というものは人間社会の根幹だ。法の番人が公平だからこそ人間は安心して生活をすることができる。あなたどうするつもり。石田の無罪判決のため尽くします。僕を警察側の証人として出廷させてもらいたい。本気でやってやる岡部と。最悪の女だね。最悪。鍵を握る石川雅子の思惑とは。あなたの他に誰もいないんです。証言できますか。日本のためだわ。こういう固い大きな話って好みなんですよ日常的じゃないし、話が皆さんのご苦労 の様子も見えるし楽しみですね。俺必ず君を無罪にしてやるからね。キスして。今日勝って結婚式に岡部さんを引っ張ってきて。親友であり家族も同然だった。複雑な思いを胸に佐原は戦いの場に赴く。被告人は自分の犯行を否認しました。なぜ岸田被告の弁護人になったのか。この裁判は私の最後の仕事です。ラスト証言です。その大切な仕事、疑惑かね。人を乗せあぶり出された真実とは。事件の真犯人は別に、僕はどうしても真実を語ってもらいたい。告発、国選弁護人最終回。警察側の証人として出廷させてもらいたい。見てやってやる岡部と。私が助けてやるか。藤尾と契約したのね。佐原弁護士が勝手に私と藤尾の関係をでっち上げたんです。佐原弁護人は全く許容できないものを感じます。徹底的に君をターゲットにしている。法の番人が公平だからこそ人間は安心して生活をすることができる。告発、国選弁護人最終回。最終章では再び岡部弁護士役の橋爪功さんが帰ってきました。このシーン、台本では純子が出した 300g のステーキを岡部が佐原との会話中に食べきるという設定でしたが、こんな時間に 300g のステーキって何だ200g のステーキ時間経過ない。残しちゃう、うん、でも作ってもらったら残しちゃう、残しちゃうね。150よ普通だよ。じゃあ200って言っといて、ここに100しかすみませんあ、切らなくていいの。うんもしかしたら
まあ元気にただこれ私もね書いてうん、少しやったから200結局 200g のサイコロステーキに落ち着き、橋爪さんも無事しっかり食べきりました。この回で注目は田村さんとかつて名コンビを組まれたこの方の登場。おっしゃいます、西村雅彦でございます。雅彦でございます。どうぞよろしくお願いします。古畑任三郎コンビ久しぶりの再会。本番前に田村さんにご挨拶に行った西村さんでした。来年の12月来年です。はい、はい、12日の3ヶ月という話です。どうですか、お気持ちで失礼しました。西村雅彦さんです。よろしくお願いします。ちょっとじゃあ、はい、どうぞ。いいよね。セットが変わり、こちらで登場するのは第4巻のメインゲスト、市原悦子さん。キーパーソンである石川松子を講演されました。とここ柏原夫妻の家にある肖像画、実はドラマのチーフカメラマンの肖像画なんです。こちらはラストの結婚式のシーン、ウェディングドレス姿の相武咲さんとタキシード姿の山口さん、バッチリ決まってます。はい、5秒前、4、3、2。ゴールアップがいよいよ近づいてくる中、撮影現場はピリピリとした緊張感とアットホーム感が両立した雰囲気になっていました。こちらは時効事件のメイン舞台である吊り橋。今ですね、マツコのセリフを全部使ったので、これは怖いですよ。すると、こちらは石川松子が登場する料亭前のシーン。田村さんと橋爪さんはこの日が最後の共演シーン。先に撮影を終えた田村さんが橋爪さんにご挨拶するため待っていました。私先やってるから。こちらは佐原法律事務所にて。こうして2010年8月無事撮影は終了し、2011年1月の放送を迎えるのでした。
ジオ楽しかったです。ありがとうございました。無念にも最後は殺されてしまいましたけれども、天井を全うできてよかったと思います。現場でシャキさんの色気を再確認してとっても嬉しかったです。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。時間でしたけども本当に素敵なひとときでした。ありがとうございました。どうもよろしくお願いします。マヤさん、片岡さん、すべて終了です。お世話になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんお世話になりました。なんかもう田村さんが素敵なのでちょっと最初緊張しちゃって、セリフを間違えたら全部田村さんがかっこよかったからなんですけどでも本当にあの田村さんと橋爪さんのお芝居見に来るの、今目線があったからまずいなと思った。あのいつも本当に目から鱗のような演技を見せていただけるのがすごい、見に来るだけでも楽しいと思っていたので本当ありがたい現場でした。そして皆さんもお気遣いありがとうございました。楽しかったです。あ、皆さん本当にありがとうございました。お疲れ様でした。この現場に立てていることが本当にもう僕にとってはとてもあの贅沢な時間でした。あの田村さんをはじめ本当に走ってた、もちろん本当に感じた、あの本当にもうここに立っていることが本当に感動で、もう本当にあのもう感無量です。本当に勉強になりました。ありがとうございました。ベラベラ喋らせてくれるし、愚痴どうもお疲れ様でした。なんか打ち上げ行けそうにないんですけど、そうなんですよ。当日あの御殿場の方でナイトロケがあって、あの二次会だったら顔出せそうですけど、さっき藤田監督に聞いたらみんな年齢が若くないんで遅くまではいないかもしれないということで、いやいやスタッフもし皆さんお会いできる、どうもお疲れ様でした。いや、あの本当にいい経験をさせていただきました。本当にお世話になりました。ありがとうございました。みんな差し入れの方で出してきた。じゃあ、終了です。あの突然現れて私を翻弄したりして、父と一緒のシーンとても楽しかったです。お世話になりました。ありがとうございました。田村雅也さん、全て終了です。どうもありがとうございました。そうね、佐々木さんのそれの夢が来て
床入りしてでオールアップとなかなか息の吐かないで、まあ、スタッフの皆さんとは、思いがけず長いお付き合いになって、楽しい現場でした。法廷以外はね法廷だけは最後まで馴染めなかった。いや、とにかく終わりますから、また、お目にかかる時もあるかもしれません。それを楽しみにしています。さっきはどうもね。お疲れ様でした。ちょっと赤くなる。ありがとうございます。29日の夕方、おそらく藤尾はここにいたんだ。お父さん、心配させないで。女の力では男をこの吊り橋から突き落とすのは不可能だ。藤尾が殺したんだ。サハラはそう推理した。浴衣は？これでいい。恥ずかしがらなくたって。温泉で浴衣で娘と同じ座敷なんで。え？ありがとう。変な父。そうなんだよ。ついてあるのか。変な父なんだよ。ありがとう。私も変な娘よね。そうなんだよ。これイノシシなのかな。私結婚よそうと思って。何？私好きじゃないんだわ。どうして？好きだったら彼と一緒に難民キャンプでもどこへでも行くわ。そうだね。ママなら絶対に嫌がるよね。いや、佐藤君の名前気に入るかもしれないよ。ママはイケメンが好きだから、いつもうっとりお父さんを見てたわ。私にだって嫉妬したのよ。パパパパってくっついてるとダメ。こんな男にね。私やっぱりパソコンなんだわお父さんみたいな人と結婚したいんだわ。そりゃ最悪だな。どうした？腹が立って眠れない。お前は今病室か？違う、逃げてきた。バカ野郎、言ってないんだ腹が立って。どうした？調査の結果。病室に帰れ。自分は黒か。いいから病室に帰れ。黒か白どっちだ？当たり前だ。黒なんだな。最終的な確認はまだだが。おい、岡部。岡部。岡部は来なかった。鶴子はカエルのブローチを本当に喜んだ。カエルは許すことの象徴だから、夫が悪いことをしても許しなさいという意味を込めて岡部が送ってくれたのだろう。
時のことは忘れない。一瞬にして幸せというものが消えてしまうということを僕は信じました。岡部が生きる、弁護士を続けると励ましてくれて、その言葉に報いようと僕は生きてきました。しかし幸せだと思ったことはなかったの。なぜあそこにいないのか、そのことをずっと考えて仕事を続けてきました。そして頼れる人のいない貧しく悲しい人々とだけ国選弁護人として付き合ってきた。そうすることで自分の傷を癒していたのかもしれない。今日は本当に幸せだ。ありがとう。ありがとう。結婚したよ、鶴子。